は,いさこんにちは。いつも配信や動画を楽しく拝見しています。えー、スト 2X やサードで比べて、えー、スト4は現役でプレイしている人口や開催されるイベントが少ないように感じます。まだ分かりませんが、スト6が出た後にスト5に残る人もあまり多くなるとは思えません。歌舞伎の新作が出た際に、それまでのゲームが継続して遊べるかどうかは何で決まるのでしょうか。やはりアーケードメインと家庭用メインの違いが大きいのでしょうか。さまざまタイトルを経験したハイテンさんの考えを聞きたいです。まあ、4から入った人は結構5にこうしてるっていうところが いいんですかね、うーんまあ確かにスト4はプレイヤーは全然いると思うんですけどイベント自体は確かにまあスト4の時にイベントに関わってた人がシンプルに5でやってるっていう感じだねうんだから X とサードは特殊なんですよね本当に異常なんですよね他のゲームでそんなのないからねまあ K、o、f フぐらいかなあるとしたら K f はまあ割と昔のやつでもやってる人いるけど、まあ、基本的には新作ゲームに 入るんでまあどっちかってと特例って感じですわ。X とかサードとかセーバーとか。てかそのそのゲームでしか味わえない濃い味のゲームは残るんですよね。でもそのあまりに濃い味のゲームってもう今は最新作ってちょっときついですね。うーんまあ4話でも全然今でもやってる人いると思いますけどね。ゲーセンでもやってる人いると思うし。ただそのイベント大きな大会とか少ないから、まあ、コロナ禍もあるし。まあそういう人たちが。 みんなに目に触れる機会が少ないっていうだけやとは思う。まあみたいな感じですかね。北斗とかもそうやね。北斗なんかはもうそれこそもう絶対あのゲームでしか味わえない面白さがあるからね。やっぱ個性ゲーだね。後に残るのはね。